武雄さんも白。あ、僕白ですよ。あ、やば。なんでそれ追えなかったんだろうね。なんでそれ追えなかったんだろうね。カメラ。マジかよ今。あのカメラ見てたのにな。白話してたらリアクター終わったって。フルだ。ごめんって。いけすだったって言った。言ってねえか。オーケー。カロツだ。お寿司のネタを教えてください。甘エビです。どうしたんですか今、なんかすごい叫び声が聞こえたんですけど。あら、セットは見た。あら、セットくん、ヒエ、どこ行ったっけ。どこだ。いや見てない。え、アーカイブあたりじゃない。はい、竹雄さんは今回絶対できない。え、アーカイブ、え、いたよね、うん、さっき。いたいたいた。最後にいたんだ。いたいた、いたってか、みんながいたじゃない。いたかな。いたような色。甘エビ。甘エビ、火通ってないやつ。そう、ナチュラルなやつ。ナチュラル。ないの。間違えた。ちょっと間違えただけやんか。え？もうマシャカリさんの死体エンジンにあったんですけど、とりあえずこの死者と会話してきて、あの、まあだいぶ分かったことがちょっと今ね分かったことあるんですけど、瀬戸朝日さんはかっぱ寿司が好きです。なんだそれ。それ聞きたかった。そこが一番安上がりな男。うん。うん、はっちゃん中のっちがそのあたりにいたはずですけど。うん。とりあえずじゃあその死体占ってもらっていいですかね。いや、てかね、もう占ってはいるんですよ、実は。霊界とちょっと通話してて。え、私なんですよ。お、じゃあ、そっちなんじゃない。なるほど。そうなんですよね、実は。竹雄さんなんだよ、じゃあ。どういうこと？え、色、色、はい、スキンカラーがですね、はい、うん、暗めの色です。あー、救われた。なんていうか、竹雄さん。いや、俺はできないよ。でも、暗い色って、そっか。暗めの色です。一番暗いのは番長だよな、でも。番長か竹雄さんかのっさんだけど、竹雄さんが M だから。ええやん。それが本当っていう。なんだ今。とは限らないじゃない。なんでよ、かわいそう。かわいそう。え、切った？番長。なんだよ。番長。いや、違う、マジ違う。かわいそう。やば。嘘だろ。やばすぎだろそれ。やばいね。あ、もう人外ばっかなのか。あ、俺ベイトだからね。マジか。七子さん失敗したケースだな、これ。だ、今の中野内さん多分 M で打つ場面だと思うから、七子さんなんかイビルなんじゃないの？ちょっと待って、ここって鈴鹿サーキットちゃうよ。大丈夫だよね。でもさ、
番長がさ、もしベイトだったらさ、なんか来るよ。番長がベイトだったら、もちさんか竹雄さんしかいないよ。なんか来るよ。マジでミスった。マジミスった。鈴鹿サーキット一致方向からしか来ないと怖いよ。危ないよ。鳥は落ちてるでしょ。阿部さん。え、じゃあアーカイブのその暗めの色っていうのは誰になるの？竹雄さんか番長。竹雄さんか番長になってるけど。あ、番長。あれ、暗めの人ってもういないんですか？いや、もうあと結構。竹雄さん。結構いないっすけど、ね。ぱっと見すごい明るめの。ちょっと困ったな。ちょっと困っちゃったよ。ちょっと困っちゃったらしょうがないなこれ。弱い。ちょっと今の。ちょっと困っちゃったな。ジャッカルで、いや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 、番長ジャッ、いやー、はい、ノリ、ハクテイちゃん、あれ、ハッちゃん、あれ、ハッちゃん、これいい、ハッちゃんメインに置いてきたけど、インポスターいるんかな、なんで停電なんだろう、これしゅうねさん、しょうない、いや、どこ、あいやいや、置いてきた。と思う。もう違うか。釣りましょう。ですよねー。そうなんです。じゃミディアム見ていい？いいよ。いいよ。あ、猫。釣る？釣る？しめさん。なんで？あ、うんって言うてるわ。うんって言うてる。裏で。裏でうんって言うてるで。しめさんの後ろでうんって言うてるで。ちゃうちゃうちゃう。違うの？いや、まあスキップでもいいんですよ。皆さんスキップ入れて、ゆうか、のちさんは何、さっきのターンで誰かの聞けたの？いや、聞けてないよ。だから誰も、だってみんななんか死んでるじゃん、議論中に。ああ確かに、みんな議論中死んでるから見えないのよ。サーモンはね、硬いよ、実際実際って何？しゅうねさん。なんですよ。どういうこと？ OK、 状況説明するね。死体発見位置がリフトの左の、あのリアクター直すところのちょっと手前側にありまして、僕がリフトの右側でリアクター直しました。で、左からリフトに乗ったオラフくんさん来ました。で、僕がリフトに乗って左に行ったら、そこに死体が置いてありました。もうオラフくんしかいません。了解です。ミディアムも、一応死体も見てたんで、はいはい、なんか言ってました、やられたのはジャッカルです。あ、やったのはジャッカルです。ハッチャンをやったのがジャッカルです。そういう情報出ました。あの、僕は初期左を直して、うん、で、ヌー右行ったらズズさんが右の昇降機直してて、入れ違いでデポートだから、うん、うん、中野っちさんが M って言ってたの
M って言ってたん、あれか、ずっと言ってたんか、シンなんか。いや、俺はもう M ですから無理です。あー、なんだっけ、はい、じゃあ、ズズさんと。オラフ君です。え、なんで中野さん僕になるの？いや、まあまあ、ズーさんも結構白目に見てたから、俺。あ、じゃあ、ちょっとガチで反応する。オッケーオッケー。名越さん、じゃあ、オッケーオッケー。ちょっとガチで反応すると、僕が、奈良子さんのことを言う必要がない。僕がクルーメイト。あ、人外なら。ジャッカルだとしても。ほう。イベント情報もそうだし、ほうほうほう、ローラーを詰めたのが僕、インポスターを。うん。はいはいはい、はい。で、ズーさんが食レポするのは、はいはい、多分、ベイトがネロちゃんかな、ほぉ、うん、ちょっと作りすぎない、これはちょっと作りすぎだと思うよ。いや、じゃないと僕が本当に、まずし僕がインポスターだとしてネロちゃんを切るじゃん、左で、ショコキーでヌーで右に移動する必要があると思う、うん、インポスターならベントで逃げるか、わざとヌーで右移動してズズさんが左に行くのもあるのに、確かにっていうのが僕のめちゃくちゃお前怪しくなった。俺はもうオラフ君に入れたわ。あー、じゃあめちゃくちゃ俺怪しいやん。確かにノッチさんがベントの可能性はないです。 M だから。あれ、ポンコツだったな。あれ、ポンコツだったな、ズズ。え、俺ノッチさん、ナイス。いやー、大丈夫だった。あれ、ズズさん。いやー、ポンコツだったな。よっしゃー。え、いや、髪切る通ったね、髪切るが。ポンコツ。ね、いい切るだった。あれ、ナイスさんがイビゲで打って失敗してる時点でもう M じゃないっていうのが伝わってればよかったんだけどね。そう、強いよな、それ。竹尾さんも白？あ、僕白ですよ。あ、やば？なんでそれ追えなかったんだろうね。なんでそれ追えなかったんだろうね。ずさん？あれ？ずさん？え、やばい。え、向いてねえかも。なんかどうしよう、本当に。やばい。面白いよ。面白かったよ、めっちゃ。ずーさん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 。ずーさ